日曜ラジ歴イエーイということで、夏はどこに行った？おい、どこに行ったんだ。なんか今週もいい感じに涼しくないですか？なんかね、梅雨が戻ってきた感じで、なんかこう、ね、スイッチのねなんかこう天気のスイッチがなんか切り替わりが変な感じになってますけれども、ね、猛暑が続いた9日間ぐらい、一体何だったんだっていうぐらい、どちらかというと過ごしやすい夏が過ごしやすい7月になっちゃってるけどっていう、まうん、嬉しいんですけど、なんかちょっと調子狂うなっていう感じは。低気圧はね、良くないよね。僕も最近バファリンが、こう欠かせない。バファリン、バファリン、僕はもう優しさとかはいらない、優しさとかいらないんだけど、頭痛くなっちゃうから、無理せずに痛いなって思ったら、用量用法を守ってね、バファリン飲んでんだけど、やっぱりその、低気圧じゃない、高気圧2階建て、猛暑日9日ぐらい連続期間は、別に暑いなとは思ってたけど、クーラーかませばさ、まあ大丈夫じゃん。大丈夫、だからそんなにしんどいなとは思わなかったけど、俺逆に今のこの天気の方がしんどいね、ねえ、なんか朝起きてもパッパッとなんか軽やかに起きれない朝が連続しますな。なんかこう湿気とかなんかいろんなものがまとわりついてる感覚あるよね、そう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 。あとあの9日間の猛暑日の後、僕自宅、自分の仕事部屋になかったエアコンも買ったんですよそうだね、タイミングが遅れちゃったね、完全に。そうそうそう、でもうこの9日間とはおさらばだと思ったら、エアコンをつけるまでもなくおさらばできてる。そうだね、そうそう、そういうことだけど、まあそんな感じのこの夏ですが、なんか今回もね、皆さんからたくさんのコメント、なんか最近多いね、もう1日 3,4 通届くっていう感じで、なんかもう1週間ですごい読み切れないほどの量が届いてきているっていう感じですけれども、そうですね、非常にありがたくいついつ読ませていただいています。その中の一つメッセージ、ぜひちょっとこの日曜ラジ歴でもお話ししたいなと思ったので、はい、ご紹介したいと思います。女性の方からメッセージいただいてますのでご紹介します。私の方が人生の先輩ですけど、お若いお二人のご意見伺いたくご相談です。ご相談のメッセージでした。若くはないですけどね。そう、まあ、多分その女性の方と比べたら相対的に若い、はい、ということですな、はい、はい。ちょっとメッセージ長いですけども、ご紹介させてください、はい。外資系企業に転職して勤続25年となりました。たびたびのリストラや分社などで、入社時の同僚はもう誰もいません。いわゆる間接部門でインフラサポートの部署です。そのせいか、25年も働いたのに全然社会に貢献できている気がしません。男性と肩を並べて働きたい、結婚、出産しても仕事を続けたいと外資系に転職したのが25年前。25年前ってことは1997年だな、ですね、はい。結婚し出産後も育休半年で職場復帰、その10年後に夫と死別も。なるほど。そして気がつけば25年、でこの長い年月を振り返ってみるのですが、どうにもこうにも社会の役に立てた気がしません、もっと社会に貢献できる職種だったら、この25年がどれだけ喜ばしいことだろうかと思い、情けなく思っています。なるほど。例えば子どもの心身の成長を支えてきた教師の友人、ものづくりで社会を変えてきたエンジニアの友人、NPO を立ち上げて社会貢献している友人、メンタルケアで人々に生きる勇気と希望を与えている友人、そんな友人たちを見ていると、25年も働いてきたけど、私が遂行してきた職務で世の中に与えた影響なんてゼロだなと寂しく思います。この気持ちをどんな風に整理したら26年目の1年をですね、胸を張って踏み出せるでしょうか。これからも頑張ろうと思えるでしょうか。何かアドバイスをいただけたら嬉しいです、とのメッセージでした。なるほど、はい。ソシーは
なんか、はい、あれ、こう、うん、なんだろう、こう俺は社会貢献してるぜって思ってる？思ってないです。思ってない。俺も1ミリも思ってないんだけど、はい、まずはその、はい、多分、そのね方をメッセージくださった方、うん、まあよくあることだと思うんだよね。はい、その、うんうんうん、やっぱこれは比較しちゃってるじゃない？うんで、そう、例えば僕だって、うん、はい、その医者やってる友達と会ったら、うん、やっぱそれはあお前は何人命を救ったみたいなね感じあるじゃん、すごいなって思うじゃん、思います ね、 思います、うん、あるいは別に医者の友人じゃなくてもさ、自分がさ、うん、風邪ひいてさ医者のところ行ってさ、はい、助けてもらえばさ、うん、ありがとうございますって思うし、別にそれってさ、ドコモショップ行っても、うん、別にどこ行っても助けられたら嬉しいって思うじゃん。で、うん、これはまず B2C、 多分そのインフラの間接サービス的なことを言ってたけど、うん、B2P の企業なのかな、はい、やってること。そうすると B2C って、うん、まあはい、どこぞの飲食店のね、オーナー社長さんが昔ね、うん、ありがとうを集める仕事だみたいなことを言ってたけども、はい、B2C ってわりかしそれが見えやすいというか、だってさ、例えばさ、コンビニのレジ打ちとかね、キオスクのレジとか含めて、うん、はい、みんな助かるわけじゃん、そういう人がいてくれると。それは分かりやすいけど、うん、その世の中いろんなものがネットワークでつながって、うん、いるわけで、自分の仕事、その仕事がある時点、要は、はい、お金をもらえてる時点で、それがね、うん、詐欺的行為とか犯罪的行為じゃなくて、うん、お金をいただいてる時点で、はい、それはありがとうの証なわけですよ、お金払われるってことは。うん、あれってことはラジ歴は一銭もいただいてないから、はい、ありがとうをもらえてないってことに決してなるわけじゃない。その逆もまた真なりにはならないけれども、はい、そこでキャッシュが支払われている、生活がね、うん、できている事態、これ自体がもうすでに、うん、起こっていいことだと思うし、うん、1997年でしょ、僕もその1997年ぐらいの、はい、僕の旧校上の人とかのね、はい、今いろいろ想像しているけれども、はい、やっぱりその時にしっかりと女性でね、外資系企業を勤めてバリバリ働くんだっていう、うん、その姿勢自体がもう社会貢献だよ ね、素晴らしいことだと思うよ。いや、チャレンジの姿勢感じますよね、うん、別に専業主婦がいけないっていうつもりもないし、別に人それぞれ自分のね、うん、全部ができるわけじゃないからさ、うん、僕だってもし自分の体が100個あったら、うん、それは NPO 法人立ち上げたりとか、いろんなね新興国に行って、農村のね、はい、なんか灌漑設備作ったりとか、あるいはお医者さんになったりとか、いろんなことをやりたいよ、政治家になったりとか、ね、なんかいろいろやりたい。でも僕の体は1個しかないし、はい、僕は残念ながらね、歌手の才能もないから人をね感動させるっていうこともできないし、できることは限られている。で、できることが限られてる中で、まあ、生きてるだけで丸儲けじゃないけど、明石家さんまさんのね、やっぱりその生きて何か前に向かっていく、生きてるだけで、それたとえ僕が引きこもってても、その引きこもっている人が僕は決して何も悪いと思ってなくて、必ずそこには消費が発生するわけよ。消費が発生するっていうことは、それは社会貢献の一つなわけ。うん、飯食いますもんね。そう、なぜこの、戦後我々経済発展をできてきたかっていうと、うん、まあ、人口が増えてきたからでね、単純に消費者が増えてった、うん、まあ、消費者が増えるってことはマーケットが広がるっていうことだから、はい、やっぱりそういった意味で生きてるだけでもうすごい価値だし、うん、でお子さんもね、うん、育てたんでしょ、すごいじゃん、俺子供いないよ、すごいですよ、どっかの政治家に生産性のない夫婦だって言われる家庭よ我々は。なんかそのね、別にだからそれがいけないとかではなくて、うん、すごい誇らしいところなんて、もういくらでも褒めるというか、すごいって言えることなんていっぱいあるわけ、うん、ただ、はい、それがこう他と比較しちゃうとね、なんかついつい、うん、例えば、うん、セリーヌ・ディオン、なんていうかセリーヌ・ディオンが今頭に浮かんだけども、それと比べて自分の社会に対する貢献力って言ったら、多分セリーヌ・ディオンの方が悔しいけど上だと思うわけ。
別に悔しくはないから、うん、悔しくはないけど、うん、多分上じゃん、うん、まあ上上じゃん、上上じゃん、間違いない、ね、間違いない、断言する断言された、はい、だけどそうじゃない、でもさ、でもさ、まあこのラジ歴なんだかんだと誰かには聞いてもらってるわけじゃん、でこうやってお便りも来てるわけじゃん、それだけで、うん、もうなんか社会貢献してるかどうか、貢献してるかどうか知らんけど、まあ、うん、なんか、なんかの役に当たってんだな、きっと、みたいには思えるわけで、うん、やっぱりそこに、そうね、うん、その、比べるのはいいと思う。比べちゃうのはしょうがない。うんうん、比べちゃうのはしょうがないけど、でもそれで、卑屈になる必要もなくて、うん、あるものをね、うん、自分の中にあるプラスを見ないとね。例えば、うんうんうん、ソッシーが、プラス100何か持ってて、うん、で僕はプラス10しか持ってない、はい、で比較しちゃうと、うんうん、俺はソッシーのマイナス90だって見えちゃうんだよね、まあ、そう見えますね、そう、うん、でも違う、自分が10ある、うんうん、これが価値だよね、で僕がじゃあいなかったら、うんうん、世界は10減っちゃうわけ、うんうん、幸せの価値というか世界のあれは、はい、でソッシーと2人で110なってんだからと、うん、いうことで、まあね、比較しちゃう気持ちも分かるし、比較をして自分って何してるんだろうって思っちゃう気持ちもあるけど、うん、まあうん、そこは自分にあるものをまずきっちり数えていく、ご家族がいるってことも素晴らしいことだし、うん、でさらにそれでもなんか埋められない何かがあるんだったら、例えばボランティアするとかさ、社会貢献するのって実は意外と簡単で、ボランティア活動するったらね、結構なんかその、だって外資系企業で勤めてるっていうことは、うん、まあ、英語それなりにできると思うわけよ。で、地域社会でやっぱり英語の教育とかね、子供に英語教えたいとか、うん、まあ、そういったことをやっていくとか、僕自身も、ね、まあ、今こんな偉そうに言っているけど、うん、会社辞める前とか、すごい自分の価値をこう見失ってた時代があって、うん、で、その時代にさ、俺、ボランティアやってたじゃん。うん、学習支援そうそうそうやってたじゃん、うんうんうん、世田谷区の方でね、だから、うんうんうん、やってました、そういうので、うん、やっぱりなんかすごいこう、うん、自分を取り戻していったりとか、うん、まあ、うん、何か、考え方を変えるっていうのが一つと、うん、で考え方を変えるでもなんかうまく切り替わらないようだったら行動してみる、うんうんうん、ね、そういったことを自分が何かしらやってみるとかね、まあ、そういったことをつなげていくと、うん、すごくスッキリしていくんじゃないかなと思うけど、ね、まあ、非常にね、よくメッセージもくださる方だし、うん、真面目な方だと思うので、うん、まあ、はい、いいんですよ、100点なんて取らなくて、うん、いや、いいんです、いいんです、10点取っていいんです、10点で、うん、そのテスト勉強とかと違って10点あるっていうことだけで、うん、もう大丈夫、いやそうですよ、やっぱ毎日仕事行って帰ってきてね、一日まあ疲れをお風呂で取ってで睡眠するって、この一連のサイクルが非常に尊い時間だと思うんですよね。そうだね、うん、それでそれ自体が社会貢献につながってるわけよ、それで全部こうね、光熱費も発生すればさ、いろんなものも発生するんですよ、うん、そう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 、で、あとは多分あれかな、うん、大きい企業とかで働いてると、うん、自分が休んでもいなくなっても結局、うん、世の中って何も変わらないというかね、代わりがいる、うん、自分は歯車だというふうに感じるかもしれないですけれども、うん、いや歯車があること自体がすごいわけで、はい、歯車にね、うん、その能力がある、うん、他に代わりがいるかもしれないけれども、うん、仕事の面で、しっかりとバリューを発揮できているっていうのもすごいし、で、そうですね、ご家族から見たらね、あるいは、うん、僕らから見ても僕らにメッセージをくれる、うん、そのね、代替が効く人ではないということ、うん、そうです、こういったところを、うん、まあ、ちょっとなんか偉そうに言っちゃいましたけれども、うん、人生の先輩に対してね、なんですけど、うん、まあやっぱり比較するっていうのがね、一番こう心を傷つけやすくなっちゃうので、うん、そうね、うん、もう比較しないと、比較してしまう気持ちはまあ一旦まあ仕方ないなと思いつつ、それ以上考えないとかね、そうだね、それが一番だよ、うん、そう、やっぱり自己肯定感をどう自分の中で保てるかっていうのはなんか大切なことな気がしますね。僕最近なんでしょう、まあ、ちょっと家族とか息子の話なんですけど、うん、保育園に朝送りますと、はい、8時ですね、8時で行って帰ってきて8時半とか9時ぐらいから仕事をし、うん、
で、まあ、夕方また迎えに行き、迎えに行き5時半か、うん、で帰ってきて夕飯を作り、うん、で夕飯を作って夕飯をあげて、寝かした後にお皿洗いをして、うん、でそこからもうちょっとだけ仕事をして、うんうん、別になんかやってる仕事そのものってそんなに世の中に大きなインパクトは与えられてないだろうなと思ってるんですけど、そうやって一生懸命一日生きているって自分、うん、これは頑張ってるなっていうふうに、ね、思えると、まあまあなんか自分の自己肯定感上がるなーなんて思ったことがありました、うん、それ自体が社会貢献だからね、うん、子供を育てる仕事をする、もうそれだけで十分ですよ、うん、そうそうそう、それをしてなくても OK なんだけど、うん、してるんだからさらに OK、うん、そう、うん、みんなそれぞれの人生があって、うん、一生懸命生きてるってことになんか丁寧に向き合ってあげれる、そんな、ね、時間が持てるといいんじゃないかなっていうふうに思いました。ぜひね、またあのメッセージいろいろ送っていただけたら嬉しいかなと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ今週皆さんからメッセージを募集させていただきましたテーマですね。今回盛り上がりましたね。はい、盛り上がりました。やっぱいいテーマ出せるとたくさんメッセージもいただけるんだなということを強く感じましたけども、テーマ、あなたは夏に行くなら山派海派どっち、というそんなテーマで、メッセージ集めさせてもらいました。はい、何対何、その山派海派、まあこの勝敗はどうだったのかというところですけども、そうだね、ラジ歴のリスナーの中ではどっちが多かったかと勝負でもないんですよね、まあどっちが多かったかということで、うん、はい、結果はですね60対40になりました。ちょっと開いたね、うん、で55対45とか、そうですね、そういう接戦ではなくて、うん、ちょっと多かったね、60対4、はい、まあ、6対4か、うん、なるほど、うん、どっちだったの、そう、多かったのはラジ歴リスナーの中で多かったのは海派、海派が60だったのね、うん、なるほど、僕もリートも確か山派で、ね、そうだね、先週話してましたけど、そうだね、うん、まあ、僕らの意見が、まあ、ラジ歴においては、まあ、ほぼ絶対だとすると、うん、99対1でヤマハの勝利っていう、うん、適当なことを言ってみたけれども、まあ、じゃあまずヤマハの人は、うん、どうしてヤマがいいって言ってくれてるの。アキラ42歳さんからメッセージいただいてます。この方はヤマハでした。ヤマハ、はい、子供時代に見たジョーズという映画からなんとなく海が苦手、なるほどねなりましたと。なるほど、うん、なるほど、まあもちろん山にもね事故がつきものなので、川とかもね、あるから、でもサメはいないな、うん、サメはいないですね、サメはいない、うん、まあ確かにあの映画見ちゃうと入れないかもしれない。なるほど、うん、やっぱりじゃあ山いいねと、はい、他にはそうですね、他には山派の方はマコさん、マコさ ん、はいはいはい、メッセージいただいてました。断然ヤマハ、断然ヤマハ、生き物の多様性が豊かなので、あと泳ぐのは川の方が好き、真水だし少し泳げばどこかの岸か浅瀬に着くので安心ということで。なるほど、まあ、確かに、ね、はい、塩水はねしょっぱいしね、うん、ベタつくからね、うんうんうん、そうね、川遊び、うん、あの水遊びするにしても山でいいじゃないと、うんまあ、こういったご意見がある中、じゃあ海派の意見聞いてみましょうか、はいはい、海派の意見聞いてみましょうか。ミミさん、ミミさんからメッセージいただきました。海辺の町で育ったので海派ですが、なるほど、昼間のギラギラは苦手なので早朝とか夕暮れの誰もいないような静かな海が理想です。なるほど、なるほど、こう聞くと、うんうん、ヤマハのソッシーも海にちょっと海のね、ますね、うんうんうん、なるほどね、はい、あ、他は続いて MI さん、 MI さん、 MI さんです。はい、海派、海派出身が海なし県だから。あ、なるほど、なるほどね、うんうんうん、憧れ系ね、逆にだからさっきの方は地元だから、地元としてはそのギラギラしてみんな混雑してない、うん、その、はい、早朝とか人が少しまばらなところの海っていいですよと、はい、それに対して MI さんは海なし県、はい、出身なので海、うん、どう言って、はい、とりあえず MI さんのメッセージ読みますね、うん、しかも山間部育ちで子供の頃は毎日がキャンプみたいだった。これ泣き泣きって書くだけで、だからもう山なんて飽き飽きよと、はい、うんうん、周囲が緑がないと気づかれするけど、それでも断然海派ということで、この夏も離島リゾートを満喫する予定です、 いいですね、と、うん、やっぱ離島リゾートはいいよね、うん、いいですね、うん、行ったことも
泊まったこともないけど、モルディブの、うんうん、モルディブとか行って、あの水上コテージとかさ、泊まってみたいよね。泊まってみたいですね、うんうん、僕一回離島リゾート一回、うんうん、モルディブじゃないけど行ったこと、どこ、カンボジアのなんか、はいはいはい、そうそう行ったこと行ってたね。そう、行って帰ってくる船がもう天候あれあれで、うんうん、3日間ぐらい帰ってこれなくて、うん、あったね。そう、うん、めちゃくちゃ不安になりましたね。3年前4年前、2019年だっけ、18年だっけ、2015年かな、うんうん、あったね、めちゃくちゃ日焼けして、うん、大変でしたけど、うん、なんかあの時カンボジア土産でもらった、うん、あのなんかストール、うん、まだ一応ある、うんうん、お、本当ですか、うん、ストール好きのビートン、そうそうそう、うん、あれカンボジアで旅行でもらったやつでしょ、うん、俺、そう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 、そうだそうだ、あげたの忘れてました、うん、もらってもらう、うん、みたいな感じでね。なるほどね、うん、メッセージもいただきましたけども、これは一個一個なかなか面白いエピソードが出てきましたね、うん、やっぱりまあね、冬にね、海ってなかなかそのレジャーとかはないし、うん、どうしてもね、きつい、きつい、うん、まあ、山はね、冬でもそのスキー、うん、スノボー、うん、まあ、山遊びできるし、プラス温泉とかもね、うん、あっちゃったらっていうところだけど、夏はやっぱり拮抗しつつ海の方が、うんうん、ね、やっぱりまあちょっと人気が高いのかなということでしたけれども、うん、皆さんはこの夏どこかね、うん、海とか山とかリゾートされるのかどうか、はい、あれですけれども、うん、ぜひリフレッシュできる機会があれば、うん、ぜひリフレッシュしていただければと思います、うん、たくさんのメッセージありがとうございました、はい、ありがとうございました。さあ、今週新しいメッセージテーマご用意しました。うん、はい、発表したいと思います。今週は皆さんの夏を乗り切る便利グッズ教えてください。おお、夏、夏続きで、ね、いい感じじゃないですか、うん、はい、やっぱね、まあ、涼しいとはやっぱ暑いんで、うんうん、その暑い乗り切る、ね、なんかやっぱり手持ちの扇風機今シーズンもね、しっかり持って歩いてる人多いですよね、いますね、うん、僕はそうだな、うん、最近よく買っているのはタリーズの缶コーヒーブラック。ほう、うん、夏を乗り切る便利グッズなのか分かんないんですけど、そのアイスコーヒー、アイスコーヒーの中でもタリーズのブラックの缶コーヒー、うん、それがこれに今落ち着いてます。なるほど、うん、それがそう、うん、なんかこう夏を乗り切るエネルギーを阻止にくれるっていうわけね。そうですね、あのセブンイレブンとかファミリーマートのアイスコーヒーも美味しいんです、うんうん、だけど毎日氷入りの冷たいキンキンなアイスコーヒーお腹にちょっと良くないかなと思って、うんうん、氷なしのブラックコーヒーでということで、タリーズブラックコーヒー缶コーヒーに落ち着きました。ほう、うん、それが夏、うん、なるほどね、はい、うん、リトンはどうですか。僕はやっぱり、ま、アネッサだよね、うん、もうアネッサで絶対ガード、まあ、やっぱりこう日焼けするとすごい疲れちゃうから、夏を乗り切る上ではやっぱアネッサ、顔だけアネッサ、あとは体は安いやつ、うんうん、で腕とかをガードして、うんうんうん、あとはまあサングラス、まあ、これがあると、うん、まあ、全然やっぱ疲れが違う、うん、暑くても、うん、その直射日光の体とか目とかに与える影響を薄めると、うん、まあ結構その単純にそのさ、手持ち扇風機とかだとどうしてもさ、熱風が熱風じゃん、単なる、そう、ね、外気温が暑くなっちゃうと、だからセンスとかもさ、うん、なんかあんまりそんなに涼しさを感じないから、やっぱりなんかこう、うん、僕はわりかしその辺かな、うんうんうん、だから今年ちょっとチャレンジしたいなって思ってるのは日傘かな、日傘デビューしてみたいなっていうのは思ってるけど、なんかあんまりそのわざわざ日傘を買いに行くっていうモチベーションに今なってないから、うん、こうもうちょっと暑くなったらなんかこれも絶対買おうって思って、デパートとかで見かけたら買っちゃうかもしれない。うん、でも直射日光当たらないと疲れがね、やっぱ違うよね。話聞くと日傘確かに一理ありだなって聞いてて思いましたね、うん、日傘は絶対あった方がいいと思う、うん、という感じで、ぜひね、皆さんの夏を乗り切る便利グッズ教えてください、はい、いただけたらと思います。よろしくお願いします。はい、ということで今週も日曜ラジオをお届けしました。ありがとうございます。それではありがとうございます。皆さん元気に今週も頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。お相手は私ソッシーとリートンでした。バイバーイ。